ペールリンドストランドはスウェーデンの航空エンジニア、パイロット、冒険家である。熱気球による太陽横断飛行や記録飛行、リチャード・ブランソンといった熱気球による太平洋横断飛行などによって知られる。スウェーデン空軍で技術商工となることによる航空の経歴をスタートさせた。1970年代初めに初めて熱気球に乗った。 航空工学の修士課程を卒業し、スウェーデンの航空機メーカーソブやアメリカ合衆国のロッキード社で働いた。スウェーデンの航空エンジニアで起業家のハーカン、コルティングと1976年にアイルランドにコルティングバルーンズ社を設立し、1978年にマーケットに近いイギリスのイギリスのオスウエストリーに移った。 コルティングがカナダに去った後もリンドストランドは社名をコルトバルーンズと改名して会社の経営を続け後にイギリスのサンダーバルーンズと合併しサンダーコルトとなった1988年6月アメリカ合衆国で19811メートルの熱気球の高度記録を樹立した百九十一年にリンドストランドバルーンズを設立し リンズ・トランド・テクノロジーズも設立し、気球、飛行船の製作、修理などの業務を行った。火星探査機、マーズランダーのパラシュートの製作しダイムラー・クライスラー・エアロスペースとともに、欧州宇宙機関の開発する、通信用の高高度飛行船の契約を得て、1999年には、工業技術の業績に与えられるケルバー、欧州科学賞を受賞した。 リンドストランドらの世界一周飛行の試みは1998年12月25日はハワイ沖に着水して終わった。1991年、サンダーコルトが製作した74000立方メートルの機能の熱気球、バージンパシフィックフライヤー号で、バージンアトランティック航空会長、リチャード・ブランソンとリンドストランドは1月16日、 日本の都の城市を離陸し、1月18日、カナダのイエローナイフの塔庫に着陸した。この飛行で1万8 7 8トルの最長飛行記録や時速3 9 5キロメートルの速度記録などを樹立し、バージンパシフィックフライヤー号は、史上最大の最大の熱気球であった。1998年12月には、 ロージェキ級による世界一周飛行が試みられた。リチャード・ブランソン、スティーブ・フォセットらと共同でモロッコを出発し、7日間2万キロメートルの飛行の後、ハワイに着水した。1988年と1991年にイギリス飛行クラブ金賞を受賞し、1988年のハーモントロフィーの受賞者である。ありがとうございます。